皆さんこんにちは、奥野です。今日はレンチンするだけでできるマグカップご飯のチーズオムライス編を紹介したいと思います。まず準備するのが玉ねぎスライス1枚分ですね。このくらいの薄さでみじん切りにしていきます。みじん切りにしたらマグカップの中に入れます。次にスライスベーコン1枚も細かく切ってマグカップの中に入れていきます。こんな感じですね。で、これをラップをして電子レンジに入れて600ワット1分です。そしてレンジでチンし終わったらご飯 100g をマグカップの中に入れて、この中にケチャップ大さじ1も一緒に入れて混ぜます。あと胡椒もですね、入れて混ぜます。そして上に乗っける卵の準備をします。卵1個を、お皿に割り入れて、マヨネーズ小さじ1と、あとお水大さじ1、これをかき混ぜておきます。で、ご飯の上にスライスチーズを1枚乗せます。これとろけるチーズでもいいんですけど、とろけるチーズだとご飯の間、お米とお米の粒の間に卵がどんどん入っていって、なんか上に卵が綺麗に乗らない形になっちゃうので、スライスチーズの方が向いてると思います。なんか蓋をする感じですね。で、その上にさっきかき混ぜた卵を乗せます。で、もう一回レンジでチンをします。ラップはかけないで大丈夫です。今回は600ワット、1分半から2分ぐらいの間でチンをします。卵がトロトロなのが好きな方は1分半ぐらいでいいと思いますが、私は固めが好きなので1分50秒ぐらいチンしました。で、あとはトマトケチャップをかけて飾りのパセリなんかあれば振って出来上がりです。ご視聴いただきありがとうございます。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。